ったくよ。今逮捕されちまったら、お前の負けっつもんだぜ。それこそ、おめえを待ってる嬢ちゃんたちが、ビービー泣くんじゃねえのか？ん？悪い。うん、いいぜ。ただし、世を雇うには金がかかる。つけにしとくからよ。全部終わったら、ちゃんと払えよ。どこへ行ったんだ、オノエ。満足なんか。両手を壁につけろ！おかしな真似はするな！言う通りにする。ユド、ウキ、父さん。ごめん。僕はもう家には帰れそうにない。だったらさ、殺しちゃえばオッケーだよ、タク。今なら。貴様、こんなところで一体何を。あ、宮城くんか。新城さん、やっぱり宮城くん。新城さん。まったく君はいつもいつも心配かけるんじゃない。百瀬さんから連絡を受けた時はどうしようかと思ったぞ。今までどこに。ん？どうした？その傷。あ、これは。そうか。自分が置かれてる状況くらい把握してるだろ。迂闊に外に出るんじゃない。
それでここには何をしに来た。わかりません。何？探すつもりでした。大切な家族へ。大切な家族へ。もしもの時のため、今までありがとう。家具は、できれば次に家族になる人のため、父さんへ。やりかけていた事務の書類は、借りていたままの医学書は、私の部屋の本棚に置い、そういえば、私が看護師になりたいって、あの時は、反対されてるのかなって、ちょっとしょげたりも。私と患者さんが話してるのを聞いた？それとも、きっかけは、タクルのリハビリの手伝いをしていた時に、きっと、父を、くれぐれも、ゆうと、大変な時なのに、ゆいのことは、言い訳のしようもありません。ゆうと、あなたは男の子なんだから、うき。大切なのは、目の、あなたは、タクルの妹で、そして、タクルへ。あなたと約束したのに、これが、どんな結果になるかわかる。でも、絶対に、今回のこと、間違いなくあの子が関係しているから、あなたは理由、できることなら、もう能力のことは忘れてほしい。あなたがいつも馬鹿にしているような、あなたが時間の無駄だと思っているような、どうでもいい。だって、文化祭の私、あなたが他の、確かに、でも、だからといって、ムキになって、私には、埋もれてしまう程度の自分だと思いたくない。でも、私は、だって、あ、でも、髪は染めてほし、最後に、いつかどこかでそれを知ったとき、でもどうか、私は、あなたのことが好きです。そろそろ行かなきゃいけない時間になります。何もかも忘れて、他の人と同じにできることなら、この手紙が読まれるようなことになりませんように。あ、で、そう、わかったわ。宮代ちゃん、犯人の子の家にいたそうよ。新庄さん、宮代に代わってくれ。確認したいことがある。だったらなるべく早くこちらに連れてきてくれ。大まかにだが、落ち込んでいる時間などないと尻を叩いておいてくれ。
すいません。気にしないでいい。正直、この味には飽きてるんだ。全然大丈夫じゃないけど、大丈夫じゃ。どうぞ。尾上セリカのことだ。久野里さんと俺、それに百瀬さんも調べてるが、不明な点が多すぎる。覚えていることだけで構わない。最も古い、できれば最初に出会った頃のことから。尾上と出会ったのは、
鼻の傷は大丈夫か？すまないな、いきなり切りかかってきたもんだから。つい体を。嘘をつけ。私の行動を予想していたくせに。やっぱりかと。お前らしいな。若者はそうじゃなくちゃ。それで、理由くらいは聞かせてもらう。しらじらしい。どうして宮代拓郎を主犯に仕立て上げた？一連の事件は、すべて南沢千里の。俺は何か再婚したとでも言うのか？一体どういうつもり？あいつはな、死にすぎたんだよ。何？お前の力には随分助けられたからな。本来なら、あいつを殺さなきゃ。南沢千里より、彼を犯人として祭り、余計なことを知っている彼は世間に出てこなくなる。その上、自分の姉と妹を殺した主犯と、その方が力士シールに、しかも犯人として逮捕されて終わりだと。宮代拓郎は最初の犯行である9月7日時点で、すでに犠牲者は7人。未成年としては犯罪史上最多。今の世論の流れなら、そんなやってみなきゃな。どうせお前が捜査するんだろうが！やっぱいいなお前は。お前の力は俺らにとって貴重なもんだ。ふざけるな。彼が無事である。相変わらずない。それ以外のことに私の価値などない。じゃあ聞くけどね、まさかあいつそんなことできるわけない。やってみなければわからない。お前の力は確かに脅威に見えるが、委員会の末端ができることには実は限界があるんじゃないのか。現に彼はまだ警察にもお前の手にも渡っていない。いいね。確かに俺は末端どころか下っ端の下っ端、中枢ナンバーすら知らない。試しにフレーシーあたりから知る。あのな、フレーシアの話なんざ何度も聞かされてる。俺があいつやものからどれだけ信頼されてると思ってんだ。死ね、クズが。
はい。前にも言ったと思うが、渋谷地震の際に目撃された白い光が震源域の中心付近に、かつてプラネタリウムがあったのは知っているだろう。そのプラネタリウムはある企業によって買い取られたのだが、しかもそれと並行して多数のリアルブートらしき現象の目撃情報がある。さらにその企業は例の AH 東京総合病院と深い関係があることも分かった。つまりどういうこと？ここからは推測だが、プラネタリウムはあの地下施設と同じくギガロマニアックスの実験か何かに使われていたのではないかと思う。ところがあの地震でプラネタリウムは破壊され、いや、あるいは逆にプラネタリウムでの実験にトラブルがあって地震を引き起こしたのか。とにかく実験中だったギガロマニアックスの発生因子とでも言うべきものが周囲に拡散されてしまった。私はそれが白い光だと考えている。有村ちゃんたちの脳からギガロマニアックスの能力を引き出してしまった原因物質ってことかしらね。物質じゃなくて電磁波みたいなものだとかエネルギーとかそういうものかもしれないけど。ああ、つまり全く違う。ちょっとばかり聞きかじっただけの言葉を使うな。バカは黙っていろ。こうして光を浴びてしまった多数の人間の脳に発生因子が与えられたと考えられるが、ただし全員が覚醒したわけじゃない。これまでの研究によれば、脳がまだ発達段階で活発に活動している若い人間、その中でも脳への負荷が非常に高い事象を経験した者だけに。はい。能力者の能力はその出来事というより、その出来事に対してどんな心理的作用が働いたかに依存している。その話みんなでしたことあります？ありていに言えばそういうことになるな。ダメだ、しっかりしろよ宮代たける。あの、宮代拓の能力はサイコキネシス。その発生要因は過酷なリハビリ。私もお前のことを調べて。思い込んでいたって？安易な判断と思い込み、私もまだまだ未熟だ。本当ならもっと早く尾上セリカにたどり着けていたかもしれないのに。どういうことですか？今も言ったろ、能力者はいずれも おそらくあの過酷な地震が彼らに強いストレスと願望。お前もそうだな、有村。ええ。山添雨季もそうだ。佐久間先生からのレポートによれば、それとパイロキネシストのハイダリコ、あの女のこともようやく調べ終えたが、ハイダリコは渋谷地震で顔に火傷を負い、他の絶望感による過度のストレスと他の人間に自分と同じ絶望。これで分かったろ。もちろん全ての能力者を調べたわけではないが、1年以上のタイムラグがあったものなど私の持っているデータの中にはいないんだよ。情報を精査したところによると、能力者の力が発現する際には必ず大きな耐え難いほどにひどい頭痛。これは血管拡張によるものだと思う。頭痛の原因の中ではギガロマニアックスの場合の血管拡張は
発生因子が引き金となって、ドーパミンと、というデータが出ているが。そこで、宮代に質問だ。お前は、リハビリ…いえ、お…なら、他の能力者と同じように。その時。いや、正確に聞こう。例えば、危険を回避するために、瓦礫を意のままに動かしたいと望んだのか。違う。あの時、僕が望んだのは。おのえ。どうした?これは己のカルテだ。日付は、お前は地震の後、ここに入っていたと言っていたな。という、ところが、そうでしたね、百瀬さん。ありえないですよ。だって、家が隣同士だったらしい。そうです。当時、お前が住んでいたマンションは、6階の角部屋。隣の住人の名前は新井。経営していた会社を引退し、違います。その両親とやらに。おのえには当時、他に友達がいなかったそうだが。それは。これは、お前のカルテだ。その系列病院に残っていたものだ。お前が昏睡状態に陥った原因は不明とされている。発生因子のことが解明できなかったんだろう。だが、その代わり2006年の日付か。お前が小学3年の時だな。イマジナ…ん?簡単に言えば。空想?イマジナリーフレンド自体は珍しいものじゃない。何もない空間に話しかける子供に対して、幽霊が見えていると決めつけるオカルトマニアたちがいる。嘘。だが、思春期までイマジナリーフレンドを持続している人間と、お前の話に出てくる、地震前の尾上は、お前を常に羨んでいたな。同じネグレクト状態にありながら、お前の方がマシだと。イマジナリーフレンドの大半は、友好的なものとして存在する。それ、違う。自分に不利益な事実を。違うって言ってるだろう!頭がおかしい。まともじゃないと言われた。それを己に押し付けたお前なんだよ。宮代拓。宮代先輩。久野里さんは。だけど、そんなことは。